第72回全日本バレーボール高等学校選手権、大会3日目は過酷なダブルヘッダー2試合、ここを乗り切ればセンターコートが見えてきます。夏のインターハイチャンピオンも2冠を目指した国体で悔しさをかみしめる準決勝敗退、もう一度2つ目のタイトルを奪いに東京へ乗り込んできました長野松本国際と、2年前は春高2年連続センターコートベスト4、去年はベスト8、近年力をつけてきた山口県代表高川学園、勝てば準々決勝ベスト8に手をかけるか、男子の3回戦をお伝えしてまいります。放送席は元男子日本代表スーパーエース山本貴弘さんです。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。まずはブルーのユニフォーム、長野県代表松本国際です。1番、今大会注目のアタッカーです。インターハイベスト6、状況判断能力に長けているエース柳田伊吹。2番、インターハイ優秀選手2年生藤島。3番、ジャンプサーブが大きな武器鶴田。7番、インターハイはベンチメンバー、この春高ではスタメンを奪った宮川。8番、去年はセッター、今年はアタッカーで全国へ林。11番、インターハイベスト6、高速バレーの司令塔伊体。リベロ3年生のチームキャプテン武田と2年生の原で、スターター平均181センチです。率いますのは岡谷工業時代高校3冠を達成、監督歴2年目を迎えました丹生博之監督です。一方の山口県代表高川学園です。1番、高川のエースでキャプテンは187センチの今野。2番、去年の春高ベスト8のメンバー持田。3番、167センチと小柄ながらジュニアの時代に全国制覇の経験があります、2年生セッター山本。4番、1、2回戦大活躍、躍動感ある本山。5番、2年生ミドルブロッカー安田。6番、ブロックリーダー2年生多瀬。リベロは3年生の藤田と1年生の南部で、スターター平均 181.5 センチです。率いますのは監督歴20年目有吉健二監督です。さて山本さん、はい、優勝候補の一角、インターハイチャンピオンの松本国際の3回戦ですけれども、ここまでは非常にいい戦いを2回戦でも見せていましたが。そうですね、本当に完成度の高いバレーをしてましたよね、はい、また非常に速いコンビ組んできますから。そうですね、なかなかブロックつけませんよね。あ、そうなんですか、はい、一方の高川学園ですけれども、こちらは2試合フルセット勝ちということでしたが、はい、ただその中でも底力を出してね、きっちりと勝ち上がってきましたし、はい、二段トスに対してもきっちりと打ち切れてましたからね。あ、はい、ですからちょっとタイプの違う、スタイルの違う両チームの戦いということも言えると思います。そうですね、まあ、本当に高さを生かしてやるバレーと速さを生かすバレーのところのものですよね、はい、そうですね、はい、さあ男子の3回戦、勝てばベスト8の大一番、松本国際対高川学園、いよいよ始まります。手をかけるのは高川学園か松本国際か。最初のオフェンスは松本国際、サイドから速い平行は藤島、バックトスでライトから切り込んできました。ブロックを打ち抜いていった持田のスパイクポイントで、まず高川学園が最初のポイントを挙げましたが、さあ山本さん、はい、この両チームの戦いですけれども、はい、山本さん、どんなところに注目してご覧になりますか。やはり絶対的なエースが、ね、両チームともいますから、はい、そのエースがどれだけ自分たちの持ち味を出せるかというのがかかってくると思うんですけどね。いきなり2枚ブロックで連続得点は高川学園です、はい、両チームの、まあ、スタメンの平均身長は181センチが松本国際、181.5センチが高川学園です。なんと優勝候補の一角、松本国際相手に3連続ポイント、高川学園がいいスタート切りましたね。そうですね、やはり松本国際の方がサーブレシーブ少し乱されてますからね。なるほど、一つ有吉監督がポイントに挙げているのはサーブ、サーブでいかに崩せるか、これが一番大事になるという話は対松本国際戦に関して話していました。ブロックしつこくついていくのは高川です。ブロックアウトを取ったかどうか、アウトボールになりました。最初のポイントが松本国際に入りました。
まあ、今年の松本国際の一番の特徴はオフェンスが山本さんとにかく速いと言われています。そうですね、はい、速さもありますし多彩なコンビネーションも持ってますからね、はい、一方高川学園速さという点では機動力をセッターの山本武蔵は使ってきました。ライト側から持田への配球です。幅広く攻撃使ってますよね。そうですね、はい、はい、2年生セッターの山本武蔵ですけれども、まあ、ここまでは山本さん高川の方はどちらかというと今野、持田、はい、まあ、ハイセットなりサイドからの配球というのが目立ったんですけれども、はい、ただ昨日あたりから、ね、真ん中も見せながらまた動いてきましたよね。なるほど、はい、機動力を生かしながら攻撃しますよね、ネットインになります。ハイセットライト側からプッシュ、リバウンドを取りました。もう一度ハイセットでブロック、内側打ち抜いていった。こちらがエースの今野大成です。187センチ、3年生、手元の集計で2試合でチームトップの45得点をマークしているというエースです。いやー、実にいいスタートを高橋切りましたが、そうですね、またあれを打ち切れるところがやはり強さですよね、ブロックの先、ブロックでプレッシャーをかけていく松本国際、3枚ブロックですがネットを越えませんでした。松本国際にポイントが入りました。松本国際の立ち上がりは山本さんどう見ますか。やはりサーブレシーブが返ってない分持ち味のコンビが、ね、組めなかったという部分では今リードされてますよね、はい、その中には一つ、まあ、ミグ監督の話をしていましたが一番の生命線はサーブレシーブ、そしてミグからの切り返し、ここがストロングポイントなんだと手応えを掴んでいました。あとはサーブも、ね、あの強いサーブ打てますからね、はい、序盤は試合の主導権をなんと優勝候補相手に高川学園が握りつつあります。ライト側からクロスのスパイク、こちらが今大会大注目ファーストポイントを灯しました。エースの柳田悠岐、最高到達点345センチは今大会ナンバーワンのアタッカーです。山本さん、はい、印象はいかがでしょう。いや本当にあのコースも広角で出ますし、はい、レフトからもライトからもね両方出ますからね、はい、とにかく速さが象徴、リードが持ち味のエースアタッカーです。真ん中に入ってきました。エースの柳田しっかりと得点を決めていきました。いや山本さん、はい、バックからもああいった感じで入ってくるという、そうですね、まあ、どこからでも打てますし、そうですね、まあ、ただ強豪あたりからやはり本数もどんどん増えてくるんでしょうね。いやいやノーブロック気味になりました。ボールが返ってきます。チャンス高川、最後平行クロス、元山ガッツポーズを見せました。一方有吉監督が今大会のキーマンに挙げていたのはこの本山です。2年生175センチ、まあ、アウトサイドヒッターなんですけれども、ここまで手元の集計でチーム2位の25得点をマークしている選手です。ブロックの先、ブロックアウトを取りました。松本国際にポイントです。いやー両者がっぷり四つ、特に優勝候補相手にいいスタートを切った高川学園、1点リードは高川。このジャンプサーブも大きな武器の一つは松本国際、ワンハンドで上げましたがホイッスルはない。そしてコートの中にボールが落ちました。この辺りの、ね、うまさを持ってるんですよね高川学園はね、はいはい、ですから山本さんがおっしゃるようにああいった、まあ、フェイントボールであったりブロックアウト、この辺りを有吉監督が徹底したいんだという話をしていましたが、真ん中から入っていきましたがネットを越えませんでした。ちょっと珍しいミスが目立ってますよね。そうですね、はい、やや動きも荒く強い口調のようにも三部監督見えました。選手への激です。バックトスできました。これが一つの持ち味、セッター痛い、ほぼクイックぐらいのやつですよね。そうですね、はい、この高速トス、左手でガッツポーズを浮かべたのは藤島。さあいい攻撃が松本国際に見られました。ネット際の攻防です。ポイントは松本国際ブレイクしました。ですからあの辺りの山本さん、はい、サイドへのトスというのがとにかく早いんですね。そうですよね、もう本当に自由に打たせたらもうブロックつけませんからね、はい、ワンタッチはあったかどうか。高川学園先に10点目に乗せました。さあそして今大会非常に好調を当たっている本山のサーブです。松本国際ややずらされた相手、バックセンターから来ました。柳田のバックアタック、よくコースに来ましたね。そうですね、
し出しが早いのか、それとも助走に入るタイミングが早いのか。そうですね、まあ、最高到達点に達して、はい、ところまでが早くて、いつでも打てるスイングの形を作れてるんですよね。あ、そうなんですね、はいはい。一方こちらはスケールの大きさを感じます。赤川のエースは今野、エースの打ち合いになりました。ここはサイドややふわっと浮かせたトス、痛い。ホイッスルは鳴っていません。ラリーになりました。今度はどうするか、ハンドクイックだ。鶴田の真ん中からの速攻、早かったですね。早かったですね、このトスです。山本さん、比較的、はい、まあ、今のようなクイックっていうのは多くはないんですけれども、はい、ただやはり今みたいにドカンと決められるので、はい、インパクトは残りますよね。そうですね、はい、赤川学園の山本さん、はい、サイドへの平行あるいは真ん中からの松本国際の攻撃に対するブロックの対応はいかがですか。きっちりとバンチっぽくついて反応してますよね、はい、あ、そうですか、はいはい、よしとうなずいたのは有吉健二監督。1点リード高川、小さく手を叩いたキャプテンでエースの今野。松本国際は追いつけるか。得意のジャンプサーブ、ここはややずらされた山本武蔵。エースの今野、今日はこの今野も当たり始めてきています。高川のエース、こちらの山本さん、はい、特徴印象はいかがですか。いや、非常に高さがありますよね、はい、そして苦しい時には無理しないで相手が嫌がるところに何打を打っていくんですよね。なるほど、はい、はい、ライト側からプッシュしていきます。よく反応しました。バックライトから飛んできました。アウトになります。エースのバックアタック、思わず顔を歪めた今野、まあ、ノーブロックでしたからね。ノーブロックでしたね、はいはい。一方松本国際は、まあ、ブロックという点で考えますと伝統の3枚ブロックバンチリードが有名ですが、二部監督は今年は高さがない、であるならばブロックは完全に割り切ろう、その代わり個人の1対1の勝負と作り上げてきた1対1のブロックです。2点リードは高川、サーブミスとなりました。今日は強力な武器のサーブが入りません。松本国際サイドから藤島クロスコースに決めていきます。1点差、まだ分かんないですね。はい、なんとリードは優勝候補相手に山口県代表の高川学園。終盤に差し掛かります。ジャンプサーブややずらされた山本、早い攻撃を見せました。持田山本さん、今の選択はいかがですか。いや、非常にいいと思いますよ。この中盤で足を見せることによってね、中盤サイドが楽になってますからね。そうですね、はいはい、この選手は、まあ、アウトサイドヒッターですが、去年はミドルブロッカーで全国大会を経験しています。これも拾いました。しっかりとディグで対応している高川学園です。やや乱れたか、真ん中に入ってきます。これも拾う持田、相手コートには入りませんでした、はい、1点差は変わらず。ただ惜しいですね、はい、全てクロスのボールは拾ってますからね。拾ってますね、はい、そのあたりは戦うごとに強さ、そして力をつけてきたと有吉監督も手応えをつかんでいました。オーバーハンドレーサー、ライト側ブロックは1枚割れた。もう一度チャンスボール、今度は中に行った元山、ブロックだ。止めたのは松本国際、しっかりと2枚残ってましたね、真ん中にね。残ってましたね、はい、これでやっと松本国際が追いつきました。さあセッターの山本どうする。それでも真ん中コミット気味に1枚で張っていました。鶴田バンハンドつなぎます。強めに返した、これはどうだ、アウトボールか。アウトボールとなりました。松本国際にポイント。いいコース打ってますけどね。そうですね、はい、3連続ポイント、この試合松本国際初めて逆転前に出ました。サーブでレセプション崩された、ブロックは2枚でプレッシャーをかける、アウトになります。あ、ワンタッチあったのか。ポイントは高川学園に入りました。高川は、まあ、山本さん、ここ踏ん張りどころですが、はい、そうですね、このサーブからきっちりと崩していって、はい、ブロックで守備で完結みたいですよね。一方オフェンスはどうか、真ん中の攻撃をセッターの遺体は選択してきましたが、アウトボールとなります。高川が大胆に今、ね、ミドルの攻撃を捨てるような感じでサイドにブロック張ってますね。なるほど、はいはい、そのあたりは松本国際のオフェンスをしっかりと分析してきた結果なのか。
それでもバックセンターから飛んできたのはエース、柳田悠岐のバックアタック。このスピード、サイドで張ってれば一枚になりますよね。そうですね、はい、ですから山本さん、そのあたりはある種、まあ、ネット際の駆け引きという部分も存在しているかもしれません。そうですね、まあ、やはりサイドが非常に速いんでね、はい、だからケアしすぎると間に合わなくなりますからね。リリーフサーバーは10番の渋谷です。ジャンプフローター、得意のジャンプフローターで、さあスッとトスが入った、拾います、強烈なクロス、エースフロントロー、今日スパイクポイントは5本目。ほぼ助走がない状態だったんですけどね、一歩出てきましたね、はい、そうですね、はい、一方高川学園は1点ビハインドの状況で、1年生の上原蓮、高さを投入してきました。191センチ、レセプション崩された、それでも打ち抜いていった、こちらもエース今野、今野もスパイクポイントは5本目。柳田今野、両エース譲らず、がっぷり四つできました。松本国際のオフェンスです。痛い、そして柳田また1点リード。こうなりますと両エースともにフロントロー、山本さん、はい、セッターの選択ということになりますね。そうですね、まあ、誰と信じするかというところも、ね、かかってくると思うんですよね。今度がレセプションに入る、ハードヒットするスパイクは打てません。今度はサイド平行、柳田サイドへの、これも高速コース、はい、レシーブ入ってからの、ね、あの速さですからね。あ、なるほど、はい、たまらず有吉健二監督、タイムアウトを取りました。まだいってるよ、強くないか、まずキャッチカート1本、ゴーゴー、楽しむよ楽しむよ、いけるよ、5年連続8回目の春高全国大会出場となりました高川学園です。とにかく有吉監督は2試合フルセット勝ち、よく選手たちが踏ん張ってくれたと称えていました。特に3年生が本当に踏ん張ったという話もしていました。さあ、優勝候補相手に大前線の第1セット、逆転なるか。20点以降をめぐる攻防となってきました男子の3回戦です。松本国際対高川学園の戦い、なんと優勝候補相手に高川学園が序盤はリードするという展開、そして中盤になっても必死に食らいついていくという戦いになっています。1点リードは松本国際、6番の多瀬がコートに戻りました。さあ山本さん、はい、ここからの戦いですが、どのあたりが勝負の分かれ目となりそうですか。そうですね、やはりブロックされないことでしょうね、まずミス出さないということが重要かなと思いますけどね、はい、ブロックアウトとなりました。今はブロックは1枚半、はい、まあ、ライトに、ね、いたんでね、そっちの本気がついてましたよね、はい、なるほど、はい、としてはあれだけ幅を使われるとちょっと迷いというものが出てきますか。まあ、ただまだ真ん中がそこまで機能してないので、なるほど、サイドにまだ完全に張ってるという状態ですよね。ああ、そうですか、はいはい、ブロックというのもこの試合は大きな勝敗の分かれ目ということになりそうです。さて、有吉がコートに入ってきました高川学園、1点差は変わらず、高川今野のサーブ、この状況でセッター遺体の選択はバックトスできました。ブロックアウト、ライト側に今度はエース、はい、簡単に決めてきますよね。そうですね、もともと去年から先ほどのライト平行というものは得意の攻撃としては使っていたという柳田ですけれども、22対20です。そして2番の藤島がコートに戻りました。22対20、まだ第1セットは分かりません。そしてエースの柳田、サーブに下がります。このサーブも一つ大きな武器、アウトとなります。ちょっと山本さん、回転をかけたといいますか、はい、そうですね、少し横回転かけながらやったんですけどもね、はい、ちょっとアウトでしたね。1点差は変わりません。
オフェンス痛い、またバックトスが宮川拾います。つなぎ今日は非常にできている高川学園、フェイントボールでプッシュしていきます。アンダーのトス、あここはよく見ていました、藤島2年生。いやよくコース打ちましたね。そうですね、はい、今の6割ぐらいの力でね打ってますからね、はい、山さん、あのエリアだけ選手がいないという、はい、ちょうど広いゾーンが空いていました。さあ23対21、チャンスボール回ってくる、バックアタック、ブロックだ。ここまで通され続けてきたエース柳田のバックアタックを高川ブロックで止めた。この1点は大きいかもしれないですね。大きいですね、はい、インターハイベスト6、センターの痛いに迷いが生じ始めてくるのか。1点差、横瀬がリリーフレシーバーとしてここは告げられました。1点リード、松本国際捕まえるか、高川ネットイン、痛い、バックアタック、つながっています、よく上げました、今度はブロック打ち抜いた、同点、23対23、同点、今度は高川捕まえた。さあ次の1本です。ここは山本さん選択してきました。そうですね、やはりそっちのブロック1枚なので確率的に高いというところでしょうね、この局面でセッターの今サーブに下がりましたが、痛い、冷静でしたか。そうですね、冷静に上げてましたね、はい、さあ第1セットはセッター展開、セットポイント松本国際、ワンハンド山本武蔵よく上げた、なんとここまでいったチームキャプテン武田、ボールが入ります、ブロックアウトだ、チームキャプテン武田のスーパープレーがチームを救いました。なんと第1セット、セッター展開は25対23、優勝候補の一角、インターハイチャンピオンが取りました。
勝の大一番、ベスト8をかけた男子の3回戦、松本国際対高川学園の試合、第1セットは競った展開、最後までしびれる戦いでした。25対23で松本国際が取りました。迎えたこの第2セット、スタートはどういった形で両チーム入るでしょうか。連続ポイントのスタートとなったのは松本国際です。さて山本さん、はい、第1セットは壮絶な戦いでしたけれども、どんな風にご覧になりましたか。いやもう本当どちらも、ね、譲らないという展開だったんですけども、やはり最後の、ね、松本国際リベロ武田君のファインプレーがね、ファインプレーでしたね。チームで力を与えましたよね。高校生らしい、本当に拍手を送りたいという素晴らしいプレーでした。チームキャプテンが支えます武田、その武田がふわっと浮かせました。松本国際長めのスパイクはアウトになります。松本国際のまず第1セットの良さ、あるいは課題といった部分は山本さんはどういうふうにご覧になりましたか。やはりサーブレシーブが少し乱されていたという部分と、はい、真ん中がやはりクイック系が機能しなかったんで ね、 そうですね、ちょっと苦しみましたよね、はい、ここはサイドから林がやや走るラインをずらして入ってきました、はい、時間差攻撃を選択しました。第2で注目の第1セット、松本国際のエース柳田のスパイクポイントが9本でした。そのパフォーマンスは山本さんどう見ますか。やはり非常に安定したパフォーマンスをしてましたよね。ブロックは3枚プッシュしていきます。この辺りのネット際のハンドリングが非常にうまさが高川学園の選手たちはありますか。そうなんですよね、まあ、ブロック利用して出したりだとか、ハミロみたいにプッシュしたりとかね、はい、相手がねどこになんだっていうのをやりますからね。まさに今のようなプレー、あるいはブロックアウトであったりフロアディフェンス、はい、そこが一番の強みなんだというふうに有吉監督は話をしていました。非常にバレーセンスのいい子たちが多いなと思いますよね。集まってますね、ですから山本さん、対戦する方としてはちょっと戦いにくさというのもあるんでしょうか。やはりブロック飛んでても、はい、打ってくるのかこういうふうに何だするのかという、ね、はい、部分がわからないので出しづらいですよね、一方松本国際は超高速、そして真っ向勝負、正面突破の高速バレーが持ち味です。その象徴的な存在がこのエースの柳田です。山本さん、はい、なんとですね、第1セットは両チームともにサーブポイントが1本もなかったんです。そうなんですよね、まあ、両チームとサーブいいんですけども、はい、少し前球崩されながらも我慢したということでしょうね。そしてミル監督が1つストロングポイントに挙げていたディグ、ディフェンスという部分では第1セット、そこからの切り返し、これが一番の強みなんだとミグ博之監督は話をしていました、はい。3連続ポイントは松本国際です。手を叩いたこちらが一方、高川のエースは今野。今野の第1セットのスパイクポイントは6本でした。さて林の強烈なジャンプサーブ、なんと返ってきました。チャンスボール中に入ってきました。エースの柳田、やはりこの2セット目からね、ちょっと動き出してきましたよね、はい、松本国際がね。なるほど、はいはい、その辺りもこの後山本さんにじっくりとお伺いしていきたいというふうに思います。高川学園タイムアウトを取りました。個人個人の能力が非常に高いチームです。対戦するチームの選手たちがバレーセンスが抜群というふうに評価をする高川学園。有吉監督は、私が選手時代そうだったようにあまり試合ではこうしろああしろとは決めつけません、その状況をその状況でどう対応していくのか、これが高川の良さだと思います、そんなふうな話をしていました。さあ高川巻き返しなるか、ネットに当たってアウトボールとなりました。狙いすぎましたかね。あ、そうですか、はい、はい、松本国際が5連続ポイントです。さて山本さん、はい、先ほど山本さんはちょっと松本国際が動き出し始めてきていると、はい、その辺りは具体的にどういうところになるんでしょうか。やはり高川学園のブロックがサイドに張り付いてますから、はい、少し中に切り込んできてブロックを動かそうというふうな意図がありますよね。なるほど、はい、でまた1セット目その真ん中があまり機能しなかったと話したと思うんですけども、はい、真ん中の方で機能させたいというのもありますよね。あ、そうですか、はい、ここもやや中に入っていきました宮川
まあ、ブロックつけてないですからね。あ、今のような攻撃ですか。そうですね、はい、サイドの選手がもう全く反応できないんで、ですから柳田あるいは林、こういったアウトサイドヒッターがやや走るラインをずらして、はい、山本さん入ってくるというシーンが多くなりました。そうですね、はい、このあたりは第1セットブロックの対応をしっかり受けてセッターの遺体、それから実はこのセット入る前に丹生監督がかなり長い時間をかけて選手たちに話し合いの時間を持っていましたが、さあ10対4優勝候補、この第2セットはがぜんリード。そして第1セットブロックポイントが1本しかなかった松本国際、ここはブロックポイントで大きくリード、高川を突き放しにかかります。一方山本さん、はい、高川が巻き返すには修正するべき点はどんなところなんでしょうか。やはりあの1セット目と同じように足を動かしていくということが重要ですよね。今もう全てサイドサイドサイドになってますから、はいはい、そうするとブロック突きやすくなりますからね。なるほど、その嫌な空気感を有吉監督察したんでしょう。そしてキャプテンが思わず苦笑いを浮かべました。高川学園タイムアウトを取りました。12対4です。先ほど2年生セッターの山本武蔵を呼び寄せて一言二言言葉を放った有吉健二監督です。攻撃の中心操るのはこの2年生の山本武蔵、167センチと小柄ですが非常にテンポのいいトスを配球してくるというセッターです。さあ巻き返したい高川学園、がぜんリードは松本国際、サービスエースとなりました。これが両チーム通じて初めてのサーブポイント、サービスエース。いや、ようやく山本さん、はい、ストロングポイントの一つ出ましたね。そうですね、非常にいいとこ打ってましたね。あ、はい、2本目はどうか。ここはリベロが対応、スッと入ったブロックは2枚、ブロックアウトを取りました。この辺りうまいですね。うまいですね、はい、これが山本さん、高川の良さでもあるんですね。あれ風景やられるともブロック出しづらくなるんですよね、今度は松本国際のオフェンス、また中に入ってきました。ブロックは1枚、2度目のオフェンスはここはブロックの先、相手コートに落ちました宮川のスパイクポイント。確かに山本さん、はい、そうですね、時間差あるいは平行もかなり中に寄せてますね。そうですね、まあ、中に寄せておいてラリー中を外でっていう勝負の仕方ですよね。この辺りが巧みです。状況判断それぞれの選手が非常に高いという松本国際、伊達にインターハイチャンピオンではありません。一方ポイントを上げました高川学園、なんとか巻き返したいというこの第2セットの序盤。第1セットはなんと中盤までは高川がリードするという展開でした。 B クイック、珍しく真ん中の攻撃を使ってきました。今度は A クイック、コミットで1枚張っていました。さあ返す、チャンスボールは松本国際、移動してきました藤島、時間差です。今度はプッシュしていきます。鶴田が落ち着いていました。15対6です。またさえな攻撃でしたね。バックの選手がねレフトに助走入ろうとしてるんですよ。そうなんですね、はい、ブロックを惑わすような、ね、動きをしてましたね。ブロックポイント、初めてきました松本国際の2枚ブロック、はい、鶴田ガッツポーズ。16対6です。ここはブロック2枚やや遅れたか松本国際、今度はサイドよく配球していますセンターの山本武蔵、一方2回の高速トス藤島。ラリー中も、ね、あの速さなんでね、ラリー中に限ってやはりサイドサイドに目いっぱいアンテナのギリギリで打ってきますからね。特に山本さん、切り返しが早いんですね。そうなんですよね。これセッターからもですけども、誰が取っても非常に速いですよ、やってるんでね。ここもサイドへのバックトスは高速トス、ライトから林、セッター遺体が連言自在に操ります。
ここはブロックだ。1枚半やや割れました。嫌な空気を一方高川学園エース今野が振り払っていきました。18対7です。2度3度大きく手を叩きました。チームメイトに言葉をかけました。奥を狙っていったサービスエースか。最後落ちましたね。落ちましたね、はい、さあセッターの山本武蔵のサービスエース。これで高川学園はフォワード攻撃3枚揃いました。最も得点力が高いという前3枚です。ここからブレイクポイントが欲しかった高川学園ですが真ん中に入ってきました。2番の藤島、そして10番の渋谷とわがここはリリーフサーバー起用されます。19対8です。力のあるジャンプサーブを持っているこの渋谷、お父さんが岡谷工業でバレー部出身という。さあその渋谷のサーブ、ここはクローター、強烈なスパイク、高さがありました。持ちだ、完璧なスパイクでしたね。そうでしたね。この持田の打数がこの2セットはあまりなかったんですけれども、はい、もうどんどん増やしてもいいですよね、はい、もともとコンビニがある選手ですからね、はい、上原がここは1年生コートに入りました。中学時代は JOC で優秀選手、全国中学校選抜にも選ばれたというプレイヤーで、将来性あるプレイヤーをここで有吉監督は投入してきました。一方エースのスパイクポイントで20点目。あーこちらがエース柳田のお姉さんでしょうか。 V リーグで活躍、 NEC レッドロケッツでもプレーしているという柳田瑞希選手。さあ今日はとにかく第1セットは苦しんだ松本国際。ここはバックトスでややタイミングが合いませんでしたがフェイントボールです。あの速さがね一番距離のある方向に上げられてますから、はい、ブロックもレシーブも体験作れないですよね。監督はポイントは拾い負けしないディグ、それからレシーブからの速い展開、これにこだわっていこうと作り上げてきた高速コンビバレーなんだそうです。サーブはアウトになりました。最初は実はとにかくセッターの遺体が速いトスを配球してなかなかアタッカーがついてくることができなかったそうです。それでもその速いトスに合わせるようにアタッカーが鍛錬を重ね今の形ができました。相当練習しないとできないですからね。そうね、まさにあうんの呼吸ということは言われますが一部の隙もないというこの速さです。ブロックだ、リバウンド取った、なんとリバウンド取りました。チャンスは高川、ブロックは1枚半だ。それでもエース止められたか。2枚疲れてますからね。第1セットを苦しんだ松本国際、一方この第2セットは本来の力を存分に発揮しています。そして2年生の徳山がコートに戻りました。第1セットは松本国際が取っています。サーバーは8番の林、時間をかけました。真ん中に入ってきました。ライト側から持田のスパイク、少しコンビ合わなかったかなと思ったんですけどね、よく打ってきましたね。そうですね、はい、まだ終わりません、まだ終わりません。一方松本国際が1年生、こちらも投入池田拓馬です。さあ22対11、負ければ3年生は最後の戦い、春高男子3回戦。ネットを越えないか、ホイッスルは鳴っていない。ここは1枚だ、宮川、23点目松本国際。2番の藤島がコートに戻ります。一方苦しくなった高川学園、チームを支えてきたのは3年生のキャプテン今野、そしてもう一人のエース持田。セッターにスッと入った、ネット際ホイッスルは鳴っていません。サイドへあの体勢からの低いトス、このボールを生かしたい。ブロックの先だ、コートに落ちました。よく我慢しましたね。あ、はい、あそしてふっと表情を緩めました。こちらがチームをまとめてきたキャプテンの今野です。負ければ最後となる3年生、若い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 チームを鼓舞してきました。いいサーブになりました。痛いずらされた、
ここはやや走るラインをずらしてきました柳田のバックアタック。今度はスタンディングで返します。ブロックが欲しい高川、ここは中に切り込んできた宮川。この攻撃に対してね、まあ、まだブロックが対応できないですからね。速さを存分に見せつけた松本国際。さあ松本国際がこの試合マッチポイントを奪いました。これで終わるわけにはいかない高川学園、なんとか踏ん張りたい。粘った、最後はスタンディングでエースだ。チームをまとめてきたチームキャプテンの一本、意地を見せてますよね。意地見せてますね、はい、今日10点目。さあそのエースがサーブに下がる。それでも松本国際のマッチポイントは続きます。こちらもエースだ。バックアタック柳田伊吹。25点目はエースで挙げました。第1セットは25対23松本国際。第2セット25対13松本国際。セットカウントストレート。松本国際が準々決勝ベスト8進出を決めました。さて山本さん、はい、第1セットは非常に白熱の展開でしたけれども、はい、この試合はどんな風にご覧になりましたか。やはり最初は苦戦はしましたけども、はい、やっぱり試合を重ねるごとに修正をしながら、はい、自分たちのパターンに持ってきましたよね。そうですね、はい、高速コンビバレー存分に特に2セット目を発揮した松本国際ですが、一方敗れた高川学園ですけれども、はい、3年生がコート上は、まあ、アタッカーは2人しかいないという状況の中で、うん、ここまで来ましたが、ただしっかりと背中で、ね、後輩たちにプレーを見せて、はいはい、来年託すぞという風な、ね、気持ちの中でしっかりとプレーしてくれたんじゃないかなという風に思いますよね。今野あるいは持田がそんな姿を背中を後輩に見せたかもしれません、はい、一方勝ち上がった松本国際ベスト8進出となりましたが、山本さん、はい、ここから勝ち上がりには一つポイントお願いします。やはりもう少しミドルの、ね、機能させていかないとブロック読まれてしまう可能性もありますから、注意してほしいですよね。なるほど、はいはい、お伝えしてまいりました男子の3回戦、長野県代表の松本国際対山口県代表の高川学園の試合はセットカウント2対0のストレート、松本国際が勝ってベスト8進出を決めています。解説は山本隆弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。